安倍の警察署は、大阪府警察が管轄し、同志安倍の区を所轄する、警察署の一つである。2015年1月24日、本署地域課勤務の男性巡査長が、不倫相手の社会福祉士の女性宅で女性の首を、ベルトで締めるなどし、窒息死させた。10月6日、大阪地方裁判所は、元巡査長の男に、 懲役18年の実刑判決を言い渡した。裁判所は、殺害された女性は、元巡査長が結婚していたことを知らず、巡査長が別の女性との結婚を知られ、勤務先や妻に交際が発覚するのを恐れて、犯行に及んだという動機を認定した。現役警察官の起こした、この殺人事件は、社会に多大なショックを与えた。 1969年9月22日夜、赤軍派の学生18人が分担して、朝日町一丁目経羅連絡所、金塚派出所、阪南北派出所に、火炎瓶を投擲して放火。警官3人が負傷。交際女性殺害で、懲役18年判決の元大阪府警警察官、控訴しない本人の意向。産経新聞。 産 k ウエスト2015.101922時52分2020年7月6日閲覧遺族反省感じられぬ女性殺害の元警官に懲役18年朝日新聞2015年10月6日14時34分2020年7月6日閲覧交際女性殺害元警官に懲役18年結婚知られ反抗 朝日新聞2015年10月6日12時58分。2020年7月6日閲覧。大阪、京都で発出所襲撃火炎瓶で次々5カ所。赤軍派学生が、ゲリラ戦。朝日新聞昭和44年9月23日。長官、12班、1面。ありがとうございます。